はい、こんにちは。今回は証券とはというお話です。証券という言葉も仕事の上で日常的に当たり前に頻繁に使われる言葉なんですけども、改めてこの証券ということをですね、じっくり考える機会って意外と少ないのではないかということで、ここで取り上げたいというふうに思います。証券とはそもそも何なのか、それからその証券の調べ方、それからその際の注意事項、さらにはですね、証券を知らないことの弊害、このあたりをお話したいと思います。で、まず証券とは定義をしてみたいと思います。証券というと、通常真ん中より下に書いてありますけども、店舗の顧客がどこから、あるいはどのあたりから来ているかっていう漠然とした範囲のことを言う、こんなニュアンスで使われることが多いです。店舗の証券、既存店の証券なんて言いますと。で、ここではですね、厳密にこのように定義してみたいと思います。店舗の顧客が来店する直前にいた場所の集まり、あるいはその地理的な範囲、このように証券を定義したいと思います。この証券というものをもう少しこうイメージしやすくするために、正確にイメージするためにということで考えてみたんですけれども、よくですね、行き先って言葉ありますね。行き先、行き先はどちらですか、これから行く行き先、これからどこへ行くんですか、目的地のようなもんです。行き先って言葉はこう日常的に使われるんですけど、この行き先の反対語っていうのがあるそうなんです。これなんだかご存知ですか？行き先という言葉があって、行き先はこれから行くとこですよね。その反対です。まあ、なんか直前にいた場所とかそういうことになるんでしょうかね。そうするとこういう言葉があります。帰し方ではないかと思うんですけどもね、こういう言葉があります。これがですね、厳密に言う証券だというふうに、店舗の証券を言うときに便利な言葉です。要するにですね、店舗に来る直前にどこに来たかという場所なんです。どこから来たんですか。例えばこういう場合がありますね。店舗の場合、駅ビル商業施設ですとか百貨店、そこから来ましたとか、駅から商業施設に寄らずに駅から参りました、バス停から来ました、それから人によってはこうご自宅から来たっていう人もいるかもしれませんね。こういうそのどこから来たかっていう来た場所の集まりのことをですね、証券って言います。で、まあその反対語がまあ行き先ってことになります。黒い矢印で行った先、まあ例えばこういったものがあり得るし、他にも様々なものがあるんですけども、ここで言う証券といった場合は、行き先の反対語、どこから来たかっていうその場所の集まりのことを証券って言います。ですから、まあ地理的にこう、ある範囲が設定されるっていうことはイメージつきますよね。このぐらいの理解でここまでは結構です。で、この直前にっていう意味なんですね。これが非常に重要です。まあこの証券というものを、既存店の証券がどういうふうな場所なのか、どういう範囲なのかってことを調べる場合は、これはですね、それぞれの店舗のお客さんにこう直接尋ねる。ですから主な調べ方になりますと、お客さんに直接調べる。店舗の顧客に尋ねるっていうのが、まあ手っ取り早い調べ方になります。で、その時にどういう質問をするかっていうとですね、お客さんにですね、こう聞くことが多いですね。お客さんにですね、今日どこから来ましたか、こういうふうに聞いてしまいがちなんじゃないかっていうふうに思うんですけども、こういう尋ね方っていうのは、こうあまりよろしくないというのがここに書いてあります。×って書いてあります。なぜかというとですね、ちょっと想像してみていただきたいんですけども、今日どこから来ましたか、どこから来られましたかっていうふうな質問を受けたら、多くの人こう答えるんじゃないかと思うんですよ。日常的にこう利用している店舗の場合はですけども、家からですとかね、自宅から参りました、家から来ましたっていうことが結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。何気なくふっと今日くっと質問されたら、今日はどこから来ましたか、家からですっていうふうに言うんじゃないかと思うんですけど、これが出た場合、これは本当なのかっていうふうに考えていただきたいんです。どういうことかと言いますと、ご自宅から今日いらしてるんでしょうけども、自宅からあるハテナマークがつくどこかある場所によって立ち寄って、あるいはそこを通過して店舗に来た場合は、このハテナマークの場所が重要になります。だからその方がご自宅出てから直接店舗にいらした場合は自宅なんでしょうね。でも、どこかをこう経由したり、どこかに立ち寄ったっていう場合は、この立ち寄った場所、この赤いハテナの場所が重要になります。ですから、自宅からですっていうふうに回答された場合、答えられた場合は、こういう質問を追加する必要があります。直前はどこにいたんですかっていうことですね。直前ご自宅だったんですか、こんな問いかけをします。こういうふうに直前にいた場所をこう聞くということがですね、この証券というものを把握する上では非常に重要です。で、この結果を地図上にプロットしてみますと、その店舗の証券の広さですとか、形ですね、などがこう確認できるんです。どのくらいのこう距離から、遠いところから人は来ているのか。どのぐらいの距離から来ている人が多いのかとかね、そういったことがこう視覚的に把握できますので、こういうその証券というものをこう把握する
努力をしてみる必要があります。で、まあ、確認なんですけども、行き先の反対語、岸方、これの集まりが、まあ、証券なんですよ。繰り返しですけども、自宅からっていう答えが出てきた場合は、再度確認する必要がある。自宅の他にどこか、例えば自宅からある駅を経由して店舗に来たっていう場合は、自宅ではなくて、駅が、まあ、この店舗の実質上の証券になるわけです。そうですよね。自宅から直接店舗に引き寄せたんじゃなくて、自宅から駅に来た。駅に来たために店舗に来たんですから。そう考えます。ですから、自宅からが来た場合は再度確認をしてください。こんなように証券というものを把握することができます。で、まあ、この注意すべきことというのがあります。証券というとですね、まあ、よく円形を設定することが多いんです。半径何メートルとか、半径何キロとか。なんですけれども、これはかなり強引な設定でして、証券の形がですね、円形であるということはですね、まずないですね。これは詳しくは別の機会でお話をしたいんですけれども、いくつかの条件が揃わないとですね、証券の形は丸くはなりません。ですから、円形であることはまずありません。なぜかと言いますとですね、直前にいらした場所、お客さんがいた場所なんで、なんか特定の施設っていう場合が結構多いんですね。特定の施設への依存度が高い場合はですね、それに形がこう修正されます。それから店舗が接する道路ですとかね、あるいはその周辺の地形、こういったものにもよってもその証券の広がり方っていうのは変わってきます。いくら半径がですね、100メーターとか200メーターとか近い距離であっても、物理的な別の理由で来れないって場合ってあるんです。このあたりも別の機会でお話をさせていただきますけれども、こういうその周辺環境によって証券の形や広さっていうのは変わってきます。ですから闇雲に円形で、単純に円形で設定するというのは結構危ない。危ないというのはどういうことかっていうと、ちょっと広めに取っちゃうってことが多いんです。広く見てしまうことが多いです。それからですね、2番。まあ、今広さっていう話が出てきたんですけどもね、この2番、注意すべきことの2番目は、証券っていうのは1回把握したらそれで終わりではありません。これ時間とともに狭くなると考える必要があります。時間とともに狭くなるです。広くならないです。時間とともに狭くなっていく。こういうふうに考えるべきです。まあ、だから時間とともに変わるってことですね。変わってしかも狭くなるっていうふうに考えておくのが良いです。はい。これなんでかっていうとですね、従来の証券がありますが、その従来の証券の中に競合店舗が出店した、してきたっていうふうになると、その競合店舗の周辺というのは、至近距離の場所というのは、得てしてその競合店に取られるものです。そういった意味でも証券というのは狭くなります。それから、従来の証券内にあった特定の施設ですね。以前まではその施設からこう、お客さんがたくさんいらしていた。証券となっていたんだけれども、その施設が移転とか閉鎖等でなくなってしまったというような場合ですね。こういった場合も証券というものは狭くなります。そこの部分なくなっちゃいますから、証券の部分が消えます。だから狭くなります。それから、初期の頃は遠方からかなりというか、比較的遠くからですね、来てくださってたお客さんが、だんだん来なくなる。来店頻度が減少してくる。など。そういったことも考えられます。まあ、こんなような理由でですね、時間とともに証券というのはまあ狭くなると考えるべきものなんだということをご注意ください。広く考えがちなんです。一番にあるように円形で、ずっとそのまま証券は変わらなくてっていうふうに考えがちなんですけども、そうするとですね、割とその高めに、売上予測などを考えるときに、こう高めに考えてしまうという結果を招いてしまいますので、ここら辺はですね、冷静に、控えめに、いい意味で控えめに考える必要がある部分です。で、まあ、この既存店の証券をね、結構知らないとか、把握してないっていう言葉を聞きに行くことがあるんですけども、既存店の証券を知らないことによる主な弊害というのがあります。全店舗について知る必要はないんですよ。以前キャッチ率のところで話したこともあるんですけども、全店舗知る必要はないんですけれども、いろんな立地ですとかね、代表する店舗、のこう証券というのは把握しておく必要があると思うんですけれども、こういうその既存店の証券を知らないことによる弊害というものがありまして、これは何につながっていくかというとですね、これ1番、新店の何とかの精度が上がらない、こういう弊害が生じます。何でしょう？これ売上予測なんです。キャッチ率について以前お話ししました。今回の証券もそうなんですけども、証券もキャッチ率もこれ何かっていうとですね、すべてこれ売上予測に関係してくるんですね。新店の売上予測に関係してきます。この売上予測の精度がやっぱり上がらなくなります。例えばですね、まあ、近くにあると有利な施設っていうものが、まあ、厳密に定義できないっていうことです。どこからお客さんを呼んでるのか、どういう施設が近くにあると
その既存店の売上にプラスに作用するのか、こういった情報を正確に把握してないということになります。それから新店の、証券の範囲ですね、広さ。広さが設定できない。あるいはこういう周辺状況を考えたときに、証券がどのあたりまで伸びるか、どのあたりまでを抑えることができるかっていう、こういう証券の範囲を想定することができずに出店を考えることになる。で、これがたどり着くと、どういう場所に出店すればよいか。店舗の周辺、証券の状況を見たときに、どういう場所に出店すればよいかっていうものが明確に定義できなくなってしまう。こういったことが重なってですね、売上予測というものの精度が上がらずに、出店するべきかしないべきかっていうことを出店判断をするときにですね、迷いが生じるようなことが起こり得ます。それから、新店の売上予測だけではなくて、これはその後の話なんですけどもね、その後の出店を考えるときの弊害っていうのが2番、それから次出てくる3番なんですけども、2番読みます。既存店の近くに出店する際に、既存店があるところに出店するっていう場合に、どのぐらいの距離を離せばよいかっていうのが定まらなくなるんです。で、それは何につながるかっていうと、ある地理的範囲です。まだ未出店のある都道府県とかね、自治体があったときに、その自治体の中に何店舗出店できるのか、あるいはもうすでに1店、2店出店する場合は、あと何店舗追加で出店できるのか、という話し合いをするときに、議論の材料、判断の材料というものがなくなるっていう、そういう事態に陥ります。ということで、既存店の証券を知らないということによる弊害というものが、1、2、3、主なものとして挙げさせていただきました。で、ここまでが、証券の、ごく基本的な事項なんですね。しかしながら、よくお問い合わせをいただくのがですね、いきなりお客さんに尋ねるのは結構難しいという言葉をよく伺います。そうですね。店舗にいらっしゃるお客さんに直接尋ねるっていうのは意外と難しいものですよね。大手の会社でこういうことを調べている会社というのもあるんですけれども、調査会社を使ったりですね、きちっとした手段を取るんですけども、これもやはりお金もかかるということで、顧客に尋ねるのって意外と難しいですよね。その通りなんです。そういう場合にですね、じゃあどういうふうに証券を考えていったらいいかっていうお話がここにつながってまいります。そうするとですね、何らかの方法を使って考えなきゃいけないんですけれどもね。こんなような言葉を挙げたいと思います。丸1、徒歩来店が主体の店舗の場合っていうのがあります。それから丸2の横、車来店が主体の場合。こういうのは分かれますよね。徒歩と車って。徒歩来店の場合ってどうですか？証券の広さって。これやっぱ狭くなります。車来店の場合はっていうと車で来ますので、やっぱり広くなるでしょうね。大きく分けるとこういう2つの分け方があります。ただ、徒歩来店が主体の店舗の場合も、これやはり場所によって変わってくるんですね。例えば繁華街の場合、どうでしょう？繁華街の場合、ターミナル駅の周りなんかの場合、割と人って歩き回ります。歩き回ります、消費者って。ですから、割とこういうところは広くなります。逆に、オフィス街や住宅街になりますとですね、割と最短距離を移動するとか、一番短く行ける、移動できるルートを取る。そういうことが優先されるところなんで、あまり遠くまでわざわざ歩くということはしないということになりますので、証券の広さというのは狭くなってくる。車来店の主体の場合もですね、これも車で来るときの利便性というものがやはりありまして、駐車場台数等が十分ある場合はですね、割と止めやすい、入りやすい、なんていう理由で広く設定することが可能になってまいります。ですからこういった1番、顧客の来店手段なんかが立地によって変わってきますよね。あるいは同じような立地であっても、その場所によって顧客の移動の仕方変わってまいります。そういったものを組み合わせていくと、狭い広いを割り振ることもできます。それからですね、一番下、高い低いって言葉がありますね。こういったものによっても変わってきます。2番目は何が来るかというと、その業態ですとか、チェーン店の店舗の希少価値ですとか、目的地性っていうんですけどもね。まずはその店舗数が少なくて珍しい、わざわざ行ってみようなんていうお客さんが多いような会社の場合、店舗の場合、希少価値とか目的地性って言いますけど、そういうものが高い場合というのは、広くなってきます。逆にそれが存在が当たり前になってくる、希少価値が薄れてくる、目的地性が低下するなんてなってくると、逆に証券は狭くなってきます。ですからさっきの注意すべきところでもお話したんですけども、証券の広さって一回調べたら一定ではなくて、だんだん狭くなってくるっていうふうに考えていくのが
順当な考え方だというふうに思います。まあ、他にもその証券の設定の仕方ですとかね、物件の周りの証券をどの範囲に設定するかっていう、そのいきなり顧客に尋ねなくても良い方法というのが他にもあるんですけれども、そのあたりは別の機会でまたお話したいというふうに思います。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。